さあ第1クォーターティップオフ、まずは愛媛がボールを奪っていきなりスターク、その青木のスリーポイントシュートでまず先制。さあここはうまく使って川島のシュート決めた。最初神戸は川島瀬名、さあそのつないがボールを運ぶ、うまくブラウンジュニア体を当てながらしっかり前進していきました。リバウンドが現在 11.9、 これはリーグ1位の数字ですが、金田がスルスルっと入っていきました。ノールックパスからスパイクダンク。次は弟子が福島と B リーグのクラブを渡り歩いていますが、合わせていった。そしてエンドワン、パトリックからボール拾ってナイジェルスパイクス、エンドワンだ。ここは強さを見せますナイジェルスパイクス。さあここは中、テレンスキング、ここも攻めていった。そしてエンドワンだ、テレンスキング。このブルノからのパス、そしてテレンスキングのフローター。リレーボールが試合が再開されました。青木が中攻めて、最後テレンスキングダンク。左コーナー中に切れ込んでからエイドリアンのスクリーンを使ってネイサン、エイドリアン、大事なところでスリーポイントシュートが来ました。ブラウンジュニアに預けてマッチアップするのはタイラー、ショッキーブラウンジュニア、最後フェードウェイ気味のシュートですが、パトリックのカバーでした。これでパトリックも14得点。うまく中入れた、チューですがブロック、エイドリアン、ただ渡辺中に入れた、ブラウンジュニアがレイアップ、長い上からのシュートでした。右コーナーだったんですがシュート落ちて、そしてここもブラウンジュニア、最後はブラウンジュニアがアリーをパトリックかというところでした。青木にパトリックがつく、シューが逆サイドに振る、そして決めたスターク。ここでスリーポイントシュートが来ました。青木このリバウンド、神戸に打ち、しかし奪い返した、最後はスパイクのダンク。ブルノ残り2秒、最後シュートを放っていきますが、これが落ちた時点で試合終了ということになりました。